皆さんこんばんは。今夜はここ横浜スタジアムから横浜ベイスターズ対阪神タイガースナイトゲームの模様を実況担当川地直樹でお届けいたします。ベイスターズの先発は大ベテランの工藤、対するタイガースの先発は安藤となっています。さあ間もなくプレーボールです。まずは1回の表タイガースの攻撃、トップバッターは赤星。さあ初球膝元変化球ストライク、まずは初球決めてきました。さあ次の投球です。外のボール球を打った、ボールを取ったファーストへ、アウト、ワンアウトです。左バッターボックスは2番平野、2番セカンド平野、背番号フォーク決まってストライク、ワンナッシュ。第2球を投げました、おストレート外れました。投げました、打った、ファールボール。次は4球目投げました、外角低め打ちました。サードから一塁送球、アウト。バッターは3番新井、3番ファースト新井。第1球を投げました、フルスイング空振り、高めストレートを使ってきました。第2球を投げました、ボール直球外れました、アウトコース高め際どいところ。ワンエンドワンから投げました、インコース詰まらせた、ファースト落下点取りました。これで3アウト。工藤今日は無難な立ち上がりです。タイガーススコアボードに0の文字が入ります。これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは西、変化球ストライク、アウトローへ。初球まずは入れてきました。さあ2球目引っ張った、ファウル。投球3球目低め際どい、ボール、2アンドワン。次は4球目打った、鈍い当たり、セカンド掴みました、ワンアウト。バッターは2番石井、を投げた、速球ストライク、1球目ストライクから第2球を投げた、これは見送ってボール、わずかに外れてワンエンドワン。投球3球目低め際どい球、ボール、ワンエンド2から投げた、直球打ちました、ライト掴みました。バッターは3番金城、第1球を投げた、変化球ストライク、インコースへ、変化球ストライク、インローへ。バッター追い込まれました。第3球を投げました、インコース詰まった、ショートカバーに入る、ファースト横にアウト、スリーアウトになりました。安藤まずは初回きっちり3人で仕留めています。0対0ベイスターズ、初回0点に終わっています。これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは金本、さあ初球見送ってボール、これはわずかに低いか。第2球を投げました、縦のカーブ、ボール、金本集中しています。ノーツーから第3球を投げました、高め直球外れてボール。第4球を投げました、変化球ストライク、アウトコースへ、スライダーを使ってきました。第5球を投げました、ストレート空振り、これは完全に振り遅れ、2エンド3から投げました。バッターは5番桂木、第1球を投げた、ボール、スライダー外れました、これはわずかに低いか。ボール1から投げた、ストライク、第3球を投げた、ボール、桂木よく選んでいます。バッティングカウントから投げた、打った、掴んだ、二塁へ、二塁フォースアウト、一塁転送、セーフ、ワンアウトランナー一塁に変わります。バッターは6番鳥谷、直球外れました、アウトコース低め際どいところ。さあ2球目打った、二塁送球、二塁アウト、一塁へ、一塁もアウト、ゲッツー。2回の表が終わって0対0両チーム無得点です。
これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは4番村田。ストレートボール、まずは内角ワンボール投げました。速球決まってストライク。投げました、打ちました。さあ4球目打った。ファウル、投げました。アウトコース高めいっぱい、見逃し三振。バッターはベテラン佐伯。第1球を投げました。ボール外れました。ワンボールから投げました。アウトロー打った。投げました、落ちる球ボール外れました。佐伯よく見ています。バッティングカウントになって投げた、外角低めいっぱいストライク。さあ5球目、空振り三振、バッターアウト。右バッターボックスは6番吉村。直球決まってストライク。初球ストライクから投げた、これはボール、際どいボールよく見ました。ワンエンドワンから第3球を投げた、フォークはストライク、低め、安藤追い込んでいます。投げた、あーっと、とんでもないボール、キャッチャー取れない。左バッターボックスは7番尾関。第1球を投げた、ボール、アウトサイドわずかに外れた。投げました、インサイド判定はボール。ノーツーから投げました、アウトの直球ストライク。次は4球目投げました、落ちる球外れました。尾関集中しています。投げました、打ちました、ヒット、一塁ランナー二塁を回った。本塁へ、一塁ランナー今ホームイン、ベイスターズ1点先制。尾関タイムリーツーベース。そしてチャンスの場面で期待のできる相川。キャッチャーワンボール、背番号8。どうやら敬遠のようです。次のバッターはピッチャーの工藤。ここで迎えるバッターは工藤。投げました、低め、フォーク外れてボール。初球ボールから投げました、スライダーをボール、工藤よく選んでいます。第3球を投げた、ストライク、草本厳しいところ。さあ4球目打った、引っ張った、切れました、ファウル。さあ投球5球目、内角ボール球打った、平野落下点に入った、がっちりキャッチ。2回の裏が終わって1対0ベイスターズ、まずは先制しています。3回の表1点を追いかけますタイガースの攻撃。この回のトップバッターは矢野。お、外れた、わずかに内側。打った、ライト交代、ダイレクトで当たった、矢野一気に二塁へ。二塁送る、タイガース同点のチャンスを迎えます。さあ初球縦のカーブになってストライク、打った、ライト取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターはピッチャー安藤、セーフ、一塁へ一つ牽制球を送りました。第1球を投げた、当たりません、ストライク。初球スライダーから入りました。1球目空振りから投げた、ファウルボール。投げました、スリーバントだ、ファウル、バッターアウト、スリーバント失敗。第1球を投げました、直球ストライク。1球目ストライクから投げました、打ちました、セカンドフォースアウト。
一塁ランナー矢野残塁に終わりました。3回の表が終わって1対0ベイスターズ1点リードは変わりません。ベイスターズこの回1番からの好打順、先頭バッターは1番西、これが2打席目になります。打った流し打ち飛びついたダイビングキャッチ西、初球打ちはセカンドライナーでした。投げました、インコースストレート外れてボール。第2球を投げました、低めわずかに外れてボールノーツー。第3球を投げました、引っ張った、これはファースト一塁アウト。左バッターボックスは3番金城、これが2打席目になります。外れたボール、ワンボール。直球ボール、金城よく見ています。ノーツーから第3球を投げた、スライダーストライク。ワンツーから投げた、スライダー打ちました、ファールボール。ツーエンドツーから第5球を投げた、打った、一塁送球アウト、これでスリーアウト。ベイスターズ打順トップからでしたが三者凡退に終わっています。序盤終わって1対0ベイスターズ無得点で終了です。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは2番平野、真ん中低め変化球ストライク、まずは初球決めてきました。投げました、フォークボール決まってツーナッシング、バッター追い込まれました。第3球を投げました、外角低めいっぱい見逃し三振、3球三振ズバッと決まりました。投げました、まっすぐ決まったストライク。打った、ライトボールを掴んでアウト、ツーアウト。左対左の勝負になります。レフト金本投げました、低め判定はボール、ワンボール。第2球を投げました、直球ストライク、インハイへ速い球できました。ワンエンドワンから第3球を投げました、スライダー外れてボール。金本集中しています。バッティングカウントから第4球を投げた、直球ストライク、インローへ。第5球を投げた、外際どいボール。アウトコース低めいっぱい見逃し三振、スリーアウトチェンジ。工藤ここまできっちり1安打ピッチングが続いています。4回の表が終わって1対0ベイスターズ1点リードは変わりません。これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは4番村田、これが2打席目になります。インコース高めいっぱいストライク、初球まずは入れてきました。投げた、第2球目はボール、まっすぐできました。打ちました、鈍い当たり、これは面白いところに上がっているが桂木前に出る、ボールは中継。ベイスターズ先頭バッター出塁です。第1球を投げました、フォークはボール、まずはアウトコース。第2球を投げました、外角際どい球、ボール。第3球を投げました、ストレート決まってワンツー、ギリギリいっぱいをついてきます。第4球を投げました、アウトコース低め空振り、ボールカウントツーツー。投げました、打ちました、ショート取った、セカンドへ送る、二塁アウト、アウトゲッツー。タイガースいい守備を見せました。バッターは6番吉村、これが2打席目になります。さあ初球スライダー決まってストライク、初球ストライクから第2球を投げました、アウトコース高め打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。4回が終わって1対0ベイスターズ、この回の攻撃は0で終わっています。これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは桂木、第1球を投げた、見送ってボール。第2球を投げた、ストライク、膝元厳しい球、ワイドワン。第3球を投げた、直球ストライク、アウトローへ、ツーエンドワンと追い込んでいます。さあ4球目、ボール、インサイドわずかに外れた、ツーツー。平行カウントになって投げた、インコースのボール左へ、これはヒットになります、ボールは中継へ。
桂木、これで2打数の1安打。投げた、縦のカーブ見送ってボール、ワンボール。おっと送りバント、桂木飛び出している。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは7番矢野、これが2打席目になります。投げました、ストレートはボール、アウトコース高め際どいところ。投げました、インドを打った、二遊間抜けた、ピッ、ボールは中継。さあこれでワンアウトランナーは一塁二塁。投げました、ボール低めわずかに外れた。投げました、ストライク、膝元厳しいボール。第3球を投げました、ストライク決まった。追い込んでから投げた、打った、ヒット、二塁ランナー三塁蹴ってホーム。ボールは中継、タイガー同点、関本タイムリーヒット。今の同点の場面リプレイでご覧ください。ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。バッターはピッチャー安藤。ボン、縦のカーブ外れました。スライダー外れました、胸元際どいところ。サーブ牽制セーフ。第3球を投げた、内角高め打った、一塁送球、一塁アウト。